こんにちは、クニネムです。今日はですね、このシボレーアストロの、オートマのフルードを交換していきたいと思います。で、まあ中古で買いまして、もう4、5年経つんですけども、まあ、1回もオートマフルード交換してません。で、その4、5年の間で乗った走行距離っていうのは、5000キロも多分走ってないと思いますね。で、このオートマフルードを交換終わりますと、これでやっと全ての油脂類が全部交換終わったかなと、これだけまだやったんですね。で、フィルターを買いまして、オイルパンのガスケットですね。で、買うときに、まあ、同じ車でも、まあ、オイルパンの形が何種類かあるらしくてね。で、まあ、それ確認して、それに合う、この、ガスケット買わないといけないということでした。まあ、つるんとしたね、オイルパンもあれば、段差がついていたり、まあ、深かったり、浅かったりと、まあ、何種類かあるそうです。で、まあ、私のやつは、段差があるタイプのようで、これを買いました。で、これですね。これはこのフィルターの上につく、まあ、こういうもんですけどもね。これ、交換せなあかんのかな。まあ、ここでちょっとオイルが漏れてもあまり影響はないと思いますんで、まあ一応交換できたらしようかなと思います。で、フルードがこれですね。モノタロウのデキシロン3。これ大丈夫かなとちょっと不安はあるんですけど、もうこれを2年ぐらい前に買ってずっと置いてたやつだと思います。まだ封開けてないんで1回も使ってないですね。その時はワゴン R に使おうかなと思って買ったやつだと思うんですけど、まあこれで交換したいと思います。それでは車ジャッキアップしてね、オイルパン外していくところからしたいと思います。なんか多分ジャバーとこぼれるんで、ある程度上から抜いてっていうのをまあした方がいいんでしょうけど、ちょっと上から抜くのもね、まれなんで、まあこぼしながらやりたいと思います。これがオートマのオイルパンですね。見てもうたらわかるんですけど、こっちが前で、こっちが後ろですけども、ここにこう、オイルパンに段差がありますよね。これがない車もあるそうなんです。で、また前側にもなんかちょっとね、角取ったような段差がある車もあると。で、こうぐるっと一周、ボルトが全部で16本あります。で、ミッションメンバーがちょっと邪魔してまして、後ろ側。この辺ちょっと隙間が狭いですけど、まあ、工具が入らないこともないですね。これで外していきます。ちょっとね、上からオイル抜いといた方がいいと思いますね。私がちょっとね、上から抜くポンプがホースが短くて届かなくてですね、上から抜けなかったんで、まあ、なるべく汚さないように、まあ、でもこぼしながら、やりますね。それではここから少しナレーションを入れます。このオイルパンをね、オートマのオイルパンを外していくんですけども、ボルトが全部で16本ありまして、で、締め付けトルクは
11ニュートンメーターなんで、まあ、簡単にどのボルトも緩んでいきます。すごい緩いトルクで締まってますね。で、16本のうち2本だけサイズが違います。頭のサイズは一緒なんですけど、長さがちょっと長いんですね。まあ、どこかと言いますと、まあ、今画面で映ってない向こう側、左側になるんですけども、トランスミッションのシフターのケーブルがつながるところなんですけど、そこだけ2本ボルトがちょっと長いですね、ところなんです。今ボルトをどんどん外していっております。で、角の四隅ね、合計4本残しまして、それ以外中間のボルトをどんどん外していっております。これは早送りでやってますけども、やっぱりなんか電動工具かなんか使った方がいいかもしれませんね。数が多いんで、こうやって手でやってますと結構時間がかかります。で、四隅残しまして、で、私のようにこうオイルをジャバーとこぼすように抜く場合は、まあ、前にオイルを出すか後ろにオイルを出すか、まあ、横っていうのもあるかもしれませんけども、これ前側をジャッキアップしてるんで、後ろ側から抜いた方がいいのかなと思ったんですけども、後ろはちょっとミッションメンバーあるんで、まあ、あちこち汚すかなと。ですから前を外して、前からオイルを こぼすように抜いていこうかなと思いながらやってます。少しオイルパンが浮いてきてるのがわかると思います。浮いてきてるというか、下がってきてるというか。で、オイル入った状態でこうやって手で押さえてますけど、そんなに重いものではありません。まあ、片手で十分押さえながら作業できるかなと思います。で、これもう1本で外れるんかな。外しまして、前側に抜きました。まあ、こういう感じです。当然フロアには受け皿を用意してね、そこにオイルをこぼしていってますけども、まあ思ったよりも大したことなかったですね。上からオイルを抜くということは必要がないと思います。このやり方で十分だと思います。で、次に見えてる黒い、外そうとしてるのが、AT のストレーナーですね。オイルフィルターです。これは下から上に刺さってるだけなんで、あと引っ張ればいいだけですね。で、こうグロメットで止まってるんですけど、そのグロメットは交換しませんでしたね。はい、オートマのオイルパン外れました。もう綺麗なもんですね。やっぱアメ車乗ってる人はオートマのオイルを多分まめに交換されると思います。日本車乗ってる人はね、あんまり ATF 交換しませんけども、アメ車乗ってる人はね、もうしょっちゅう変えてるイメージがあります。でね、これはやっぱり鉄粉はありますね。これですね。これも鉄粉はあります。ありますけども、知れてます。ただ、このオイルパンね、このガスケット取って、中を洗っていきます。それでは、オイルパンを掃除していきます。まあ、もっとちゃんと準備して効率よくやればよかったんですけども、まあ行き当たりばったりでやっております。なんかこう新しい白い紙を使って
こうやって掃除するのもったいない気もするんですけども、実はこの白い紙がですね、新品ではないんですね。なんか手を拭いたり机の上を拭いたり、まだ使えるなというような紙をきれいに折って残しておきまして、そういうものが溜まってるんで、それを使ってます。まあそういうせこいこともしていかないと、この素人のね、アマチュアの整備はなかなかお金が続かないかなと思います。で、もうガスケットを外していってますけども、このガスケット剥がすの結構苦労しましたね。お気に入りのスクレーパーがどっか行ってしまいまして、まあ、途中で見つかったんですけども、まあ、あまり好きではないスクレーパーでやってます。結構頑丈でしてね、このガスケットを外すのに時間がかかりました。とりあえずざっとこうぐるっと一周ですね。もうそろそろガスケット取り終わりますけども、まあ、しつこく残った分がね、まだところどころ細かく残ってますんで、でそれをまたこう細かい作業で、取り外していきます。まあ、こういう作業、まあ、掃除もそうですけども、 100% を望みますとですね、倍から時間がかかるんですよね。でまあ、汚れを落とす掃除にしてもそうですけども、8割ぐらいはさっとすぐ終わるんですけど、残り2割と、まあ、どうこう付き合っていくかというのが大事かなと思いますね。まあ、当然 100% きっちりするのがいいんでしょうけども、まあ、残り 10% 残すぐらいを目処にしといた方がいいかなと。まあ、こんな感じで妥協して、とりあえずやめまして、あとは道具を変えましてね、スクレーパーでは落ちなかった部分をまたやっていきます。以前オーナーさんが乗ってる時に、おそらく業者さんが吹き付けたと思われるこのシャシーブラックが縁のところにいっぱいついてましてですね、そのシャシーブラックも落とすことも含めて、こうブラシで磨いていっております。シャシーブラック拭かないでほしいですよね。でこれ灯油です。灯油をジャバッと入れまして、でこの入った灯油で洗っていきます。まあ綺麗になったように思えてもね、こう灯油かけてみますと、まあ、汚れてるもんで、あっという間に汚れが浮いてきますね。ですからこう車を趣味にしておりますと、一年中家には灯油を欠かすことができないという、真夏でも灯油はいつもねガレージにあります。でこの灯油でのこの効果ですけども、すごく長持ちしますね。今回はこれ量もそれで大したことないんで捨てますけど、まとまった量の時はこの汚れた灯油をまた瓶か何かに残しておきますと、十分また次使えます。だいたいきれいになりましたね。もうこれ以上追っかけないという、まあ、ある程度でやめとくということにしています。もうこれ以上オイルパン、掃除しました。ちょっとガスケットね、まだ完全にきれいには取れてないんですけど、これで、貼り付けていきます。だ車側ですね、車側のこのパン、オイルパンが合わさるところ、ガスケット汚れ取っていきたいと思います。車側ですけども、オイルパンが合わさるガスケットがつくとこですね、若干汚れはあるんですけど、
まあ、綺麗なもんでね。おそらく前オーナーさんが ATF 交換したのが、そんな昔ではないんだと思います。車側にはあんまり残らずに、もともと綺麗ですね。で、これがストレーナーですね。これを新しい分をつけていきます。どこまで刺したらいいのかと思いながら刺してたんですけども、まあ、きちんとした位置でパチンと、あ、ここだなというクリック感がありますんで、それがなかったらもっと奥まで刺すと思っていいと思います。で、オイルパンをつけまして、とりあえず仮止めでどこか止めます。このオイルパンのね、この外側も綺麗にしたかったですけど、ちょっと時間の都合で今回は何もしてません。えらい汚れてますけどね。はい、あとはボルトを16本つけていくだけです。ボルトの締め付けトルクは11ニュートンという、まあ、緩いね、トルクですんで、今手でとりあえず締めてますけども、当然この手で締めるのに11ニュートンを超えて締まってはダメなんですね。まあ、それを意識しながら、このワッシャーというか、ザガネがオイルパンに接するところへんでね、手で締めるのはやめといた方がいいですね。で、今これトルクレンチを使ってます。で、このボルトの締め付け順序はサービスマニュアルにありませんでした。ですから勝手にも自分の判断で適当に順番を決めてやっております。まあ、11ニュートンというね、何回も言いますけど、もうこの小さなトルクですんで、まあ、結構微妙な締め付けトルクでやってます。多分おそらく慣れてる人でしたら、もっと小さなトルクで一回締めて全部終わった後、まあ最終的に11という数字でやるという、まあそれも角度でもね、気にしながらやるかと思いますけども、もう私はトルクレンチを11にセットしたら、もうそれでカチンカチンと止めていってます。まあ、漏れたら漏れた時ですんでと思ってますね。で、最後にですね、締め忘れがないか、まあ、16本もありますんで、対角には締めていってますけども、最後はぐるっと一周、締め忘れが絶対にないように、トルクレンチを、まあ、当てるだけという感じでね、一周回ります。ここからですね。ここから時計回りに一周回ります。まあ、これは多分やらない方がいいと思いますね。私は昔からも最後にこういうやり方をしてますけども、もうトルクがカチンともう当たるのを見るだけ、これで一周しますね。まあ、これは真似しない方がいいやり方だと思います。
今 ATF を入れまして、ちょっとシフトチェンジをしてみます。今がパーキングです。リバース、ニュートラル、ドライブ、3、2、1、2、3、ドライブ、ニュートラル、リバース、パーキング。これで一回オイル見ます。そして ATF の量を見ていきますけども、これ初めてディップスティック抜いたときびっくりしましたね。どこまで抜けるんかというぐらい長いですよね。で、油面のレベルがすごくシビアで、範囲が狭いんですよね。その中に収めましょうということで、この ATF の油量の調整というのは私にはとても難しかったですね。はい、ATF を補充しまして、で油量を見てたんですけれども、えらい時間かかりました。油量を見るディップスティックのレベルゲージなんですけども、こう見るたびに油量が違うというか、まあ多分こう飛び散るというか揺れてるオイルがゲージにつくんでしょうけど、そのどこでどう見ていいのかなかなかはっきりしなくてですね、ディップスティックを抜いたり入れたりを繰り返してまして、結局1時間半ぐらいやってたと思います。で今完全にしようとしない方がいいなと思いまして、ある程度オイル入ってる状態でやめまして、で走らせて、何回もこれからもオイル量見ながら長い目で調整していきたいかなと思います。でアメ車乗ってる方、この ATF よく交換されると思うんですよね。日本車乗ってる方よりも、私のこの中古車、これも初めて今日 ATF 交換しましたけども、補充はしたことあったんです。ドライブシャフトを抜いたりね、その度に補充してましたけども、ちゃんと交換するのは初めてで、日本車乗ってる方に比べてアメ車乗ってる方は結構 ATF 交換されてるみたいで、これも多分交換してるなという感じがオイルパンとか見てもねありました。もう20年経って12万キロ超えてますけども、まだまだ頑張ってもらおうかなというふうに思います。で私はこれからちょっと走らせてきます。動画はここで終わりとします。最後まで見ていただいた方ありがとうございます。またこういう動画上げていきますので、これからもお付き合いをよろしくお願いいたします。それでは。